2019年14歳のアメリちゃん、足取りが軽いですよね。2020年15歳のアメリちゃんは少しゆっくりになってきました。今日の主役はアメコカのアメリちゃんです。おはよう。今日はアメリちゃんのお誕生日です。16歳になりました。アメリ、おめでとう。セシルちゃんの方が大きい時もありましたね。お家に来たばかりは本当に小さかった。マノンちゃんもお家に来た時からアメリのそばを離れませんでした。元保護犬チャンミンもアメリのことが大好き。優しくて明るいアメリはみんなに頼りにされているよ。とにかく食べることが大好き。目が合うと震えながら訴えてくるよ。人として接していたせいかな、ちょっと人間っぽい犬なのです。小さい頃から目が悪かったり怪我や病気で病院にばかり行ってたから甘やかしてしまって、お家ではわがままみたい。でもとっても存在感が大きいアメリです。長生きしないかなと思っていたけど、16歳を迎えられました。いてくれるだけでいい。1月6日の同じお誕生日のマイロくんです。マイロくんもたくさんの大きな病気をして何回も復活していたね。1月生まれは強いんだぞって励ましてくれました。今年は会えるかなと思ったのに、お空に先に旅立ってしまいました。アメリ、お友達の分も頑張ろうね。今年はアメリの好きなものを集めたよ。結局セシルお姉ちゃんに取られてしまいました。セシルちゃん勢いすごいな。アメタン頑張れ。ああ、アメちゃん取られちゃったね。最終的にはセシルちゃんの勝利でした。こんな感じでいつもドタバタファミリーです。昔は旅行したりカフェに行ったり、思い出がたくさんあるね。お散歩しながら季節を感じたり、いろんなことをアメリに教えてもらいました。もう少し一緒にいてね。16歳おめでとう。チワワちゃんたちと一緒に頑張ろうね。えいえいおー。こんな犬バカな私たちだけど、これからもよろしくね。このチャンネルに遊びに来ていただきましてありがとうございます。世界中の動物たちが幸せでありますように。またね。